今度はロシアがきな臭い動きを見せているんだって。そうらしいな。何でも有人戦闘機に随伴させるステルス無人攻撃機の空対空ミサイル発射テストを行っているようだぜ。ロシアと中国は今現在日本にとって危険視すべき国のトップクラスだもんね。動向には目を光らせておかないとだよ。日本もうかうかしていられないよな。しっかり国防を整えていく必要があるぜ。その通りだね。さて今回は冒頭で紹介した通り、ステルス無人攻撃機 S-70 オホートニクの空対空ミサイル発射をテストしたことについてと、それに付随する無人航空機開発の方向性について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア空軍が開発中の全容型ステルス無人攻撃機である S-70 オホートニク別名ハンターが、2020年12月2日に並走となる空対空ミサイルの発射試験を実施した模様だと報じられ話題を集めているよ。S-70 オホートニクは2019年夏に試作機を初飛行させて以後、ロシアの第5世代戦闘機スホイ57別名ロイヤルウィングマンとの随伴飛行に成功したことが、すでに報じられてきた機体だね。この S-70 オホートニクはステルスに有利な全容機スタイルを採用している機体なんだ。基本的な仕様は全長約14メートル、全幅約20メートル、重量約20トンのサイズで、最大速度約マッハ 0.8、航続距離約 6000km、ウェポンベイ機体内部4から6トンの並走が可能となっているみたい。エンジンは、最終的にスホイ57やスホイ35に搭載されている、AL31 最大推力 122kN もしくは開発中の AL41 最大推力 176kN を1機搭載する予定なんだって。2019年8月にはプロトタイプの初飛行に成功させていて、1ヶ月後の9月には自律的な飛行を行う S-70 とスホイ57が、一緒に飛行するなど順調に開発が進んでいるということになるよ。正確な時間は不明であるが、ロシアは最近、カスピ海に近いアシュルク演習場で S-70 から空対空ミサイルを発射するテストを実施したと報じられているんだ。敵国のレーダーに発見されにくい S-70 が敵に接近して空対空ミサイルを発射できる能力は敵にとって脅威であり、逆に味方はパイロットが操縦するスホイ57を危険にさらすことなく交戦できると強調したらしいな。先のスホイ57戦闘機の最新バージョンとなる M 型によって、S-70 オホートニクの運用は実現すると見られているね。当初2025年に予定されていた配備は1年前倒しの2024年から実施される見込みであり、スホイ57アップグレードバージョンタイプのスホイ 57M とセットで戦力化することを考えているんじゃないかな。アメリカ空軍の M99 リーパーやトルコ軍のバイラクタル TB2 に代表される、もっと小型の攻撃型無人攻撃機の分野では遅れをとっていると言われているロシアだけど、大型ステルス機の分野においてはすでに一歩リードしていると言えるかもしれないね。2019年に公開された試作機の S-70 オホートニクは、搭載する1機のエンジンノズル部分が露出していて少し不格好なステルス機体に見えたな。その時はステルス性が限定的なものではないかと指摘する声も上がっていたんだが、後の航空ショーなどで確認された機体ではこの点の全容形状に改良し、機体内に一体化されていたぜ。同時にロシアの全ての量産化される機体においての同様に改善されたものとなるであろうと考えられるな。前とした2020年12月2日に行われた S-70 オホートニクの空対空ミサイルの発射試験は、ロシア南部、カスピ海と黒海の中間地点に位置するアシュルク演習場で行われたのだけど、もともと、ここは S-400 地対空ミサイルなどの試験も実施されている場所となっているよ。報道ではアシュルク演習場の飛行場から離陸した S-70 オホートニクは、テスト用の空対空ミサイルを搭載し発射の一連の動作確認を行っただけであり、ミサイル自体は策略も推進力も持たない、ただの演習弾だったと発表されているね。この時に使われた演習弾は、目標を識別するための赤外線やレーダー等の識別装置のみを備えたものだと見られ、自立飛行する S-70 オホートニクからの初期の運用工程がどんなものなのかを試されたと考えられているんだ。S-70 オホートニクは、旧ソ連時代から軍用機を手掛けていたミグ社やスホイ社などの航空機製造会社が統合し、2006年に設立された統一航空機製造会社によって開発が現在も進められているよ。このため完成を行う予定のスホイ57戦闘機などとも同系統の企業であり、そうした面での連携や開発協力は国家指導の下で一元管理化されていると思われるね。その背景としては進捗状況の把握も容易となっているからという理由かもね。S-70 オホートニクは前述したように全容型のステルス無人攻撃機なんだけど、
その外観はアメリカのノースロップ・グラマン社が開発を行っていた X-47 ペガサスによく似ていると思うんだ。確かに言われてみれば似てるかも。X-47 ペガサスはアメリカ海軍用で開発されていた無人戦闘攻撃機であり、最終型となった X-47B は2011年に初飛行させた後に、2013年には航空母艦上 GHW 物資からのカタパルト発艦や着艦にも成功しているよ。しかし X-47 ペガサスの計画は2016年に中止となり、これは予算上の問題や伝統的に有人パイロットを重んじるロー海軍の姿勢から力少々であったとみなされているぜ。そのため、アメリカ海軍では無人偵察機の MQ-25 と空中給油機型の導入を進めることになり、現状では攻撃任務への無人航空機の開発は行われておらず、なぜか今後も未定の状態となっているよ。また、アメリカ空軍が無人戦闘機のスカイボーグ計画を推進中であり、こちらはボーイング社、ノースロップ・グラマン社、ゼネラル・アトミックス社、クラトス社が試作機開発を逐次行っているね。この計画が順調に進んだ場合、アメリカ空軍は現行運用中の F-16CD 戦闘機をここで開発した無人機で代替する構想を掲げており、こちらも早ければ2025年には実施される予定となっているよ。一昔前までであれば、こうした有人戦闘機による完成機能への実装から、次の世代となる第6世代戦闘機の要件と言われていたが、急激な AI 技術の発達のおかげで逆に 4.5 世代機への前倒しも予期されてきているぜ。無人戦闘機を普及させるかどうかの判断は、AI による自律行動の精度を向上させることに加え、製造と運用に要するコストがどれだけ有効性であるか考えられるかによって大きく左右されると思われるよ。すでにアメリカのクラトス社が標榜しているように1機3億円、まとまったロットならば1機2億円強で買うことができるというコストが早期実現可能となれば、下手な巡航ミサイルよりも安価な兵器となる可能性を秘めているんだ。これからは空の上でリアルなゲームがステルス戦闘機同士で繰り広げられるということも予期されるってわけだね。そうだね。AI による国攻撃も遠い未来ではない気がしてならないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。突然ですが、みんなは、会議中や、面接中など、大事な時に限ってあくびが出そうだった経験があるかな？あるある。僕なんて喋る出番がないから、いざ、喋るって時にあくびが出そうだもん。なんでやねん。お前はあくびなんか出ないだろうが。ちょ、早く言わせてよ。はいはい。そんな時にあくびを止める方法が知れたらいいよね。だから、今日はあくびを止める方法を教えるよ。それはありがたいぜ。その方法は、あくびが出そうになった時に舌の先で上唇をちょっと舐めるといいらしいよ。え、それだとあいつ何やってんだってならないかな。だからコツがあるんだよ。その方法は、前歯の裏に舌を押し当てるといいそうなんだ。その他にも鼻呼吸を繰り返すことで、あくびが止まることもあるそうだよ。鼻呼吸はさすがに何こいつって感じになりそうだからやめとくよわら。早速、次の出番からあくびが出そうになったら、してみようかな。お前もあくび出ないだろう。もういいよ、また次の動画で会おうね。いつも見てくれてありがとう。は。ありがとう。明日も見てね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 。